はい、こんばんは。本日は東京ディズニーシー再現進めてまいります。今回はもうすでに完成しておりますソアリンファンタスティックフライトをご紹介していきます。はい、こちらです。もうすでにオープンしているので人がどんどん入っております。ソアリングではなくソアリンと呼びます。ちなみにディズニーシーでソアリンファンタスティックフライトがオープンしたのが2019年7月になりますので、こちらまだ結構新しめのアトラクションになっております。ですのでまだ乗ったことない方も多いと思いますので、アトラクション内部に関してはネタバレ防止で本物とは違う作りにしてあります。再現ができなかったのではなく、あくまでもネタバレ防止として違う作りにしたという体でよろしくお願いいたします。はい、上から見たらこんな感じになっております。いや、この立体感がなんかいいですよね。はい、それではこちらから入っていきましょう。ちなみにソアリンのスポンサーは新涼冷熱工業さんです。はい、ここから入って、この右側はあのファストパスレーンになっております。 VIP の方が行くところですね。はい、で Q ラインここをこう行きまして、はいはい、でここにいるのが、オウムですね。本当は多分違います。はい、こんな感じになってます。ここのアーチがめちゃくちゃ綺麗なんですよ。はい、完全再現ではなくちょっとアレンジされてますのでそこら辺はご了承ください。はい、でここのアーチを抜けたら次はあの階段で下に行きます。はい、こんな感じで下に降りて、はい、なんかここの雰囲気もめちゃくちゃいいですよね。はい、そしてここからは室内に入ります。はい、ここのあのゲストたちはみんな頭がいいのでバリケードとかないんですが、ちゃんとなんかこう回って歩いてますね。はい、で次の部屋、こちらが、真ん中にドーンとオベリスクのあるお部屋です。すいません、嘘です。お部屋ではなく、通称ロタンダという部屋です。あ、もう結構並んでますね。さすがソアリン大人気ですね。はい、では私は抜かしていきましょう。皆さんは絶対に真似しないでください。でここからは基本的に現在は撮影禁止エリアになっていて、ネタバレしてはいけないところなので、ここから先の作りは本物とは全く別の作りになっております。はい、そして部屋に入ると、はい、こちらが自由に空を飛ぶことができるドリームフライヤーです。ネタバレしてないのでご安心ください。それでは早速ドリームフライヤー乗ってみたいと思います。はい、出発いたしました。あ、映像出た、よかった。はい、ちなみにこちらの映像も本物のソアリンとは若干違いますのでご安心ください。これはですね、ゴンタズーアフリカというとある動物園の上空を飛行しております。はい、いやーすごいですね。さすがドリームフライヤーです。
シロクマなんかも実はいるんですよ。見えないですけど。はい、そして次に見えてくるのが、某タワーをモチーフにしたやつですね。あれ、なんかちょっと終わり方が、あれあれあれ、また始まる。はいこんな感じでした。はい、ソアリンファンタスティックフライト、いかがでしたでしょうか。いやー、ソアリンめっちゃすごかったですね。はい、それでは出ましょう。ここがあの出口となっております。それではですね、せっかくですので、このソアリンの建物の向こう側のここら辺をちょっとだけご紹介いたします。実はこれですね、ハリボテなんですよ。こんな感じで実際ハリボテです。ほぼほぼそのまんま再現いたしました。でですね、この屋上部分にこんな感じで赤い目印があるんですよ。で、この目印なんですけど、まあ、これは完全に私の想像なんですけど、キャストさんとか関係者の方がここを歩くときに、あんまりこの、なんていうんですか、ここら辺を歩くとゲストの人から見えちゃうじゃないですか。あ、人が歩いてるみたいな感じで。なので多分そうならないように、ここを歩けっていう、ここしか歩いちゃいけないみたいになってるんじゃないかなと思われます。こっから横に行くと、あのゲストの人から見えちゃうので、まずこの奥の方に行って、ここで曲がって歩くっていう、はい、もう一段上のところも多分そうなんですけど、そういう風になってるんじゃないかと思われます。私の想像が間違ってたら申し訳ないです。はい、でちなみにこの歩いちゃいけないところにこう出ると、いい感じでソアリンの上の方からディズニーシーを見渡すことができます。多分これはレアな眺めなのではないでしょうか。はい、そして夜のソアリン、こんな感じになっております。いや、昼間もめっちゃ綺麗なんですけど、夜は夜でまたいい感じになってますよね。いやー、夜のソアリン私は行ったことないんですけど、なんかめちゃくちゃいい感じですよね。いや、なんかソアリンができたことで向こう側の景色の迫力がだいぶ上がりましたよね。はい、というわけで今回はソアリンファンタスティックフライトがオープンして、さらにディズニーシー再現が進んできました。それでは次回以降もお楽しみに。最後までご視聴いただきありがとうございました。